本日は令和4年第7回カタランネ阿蘇2022世界に羽ばたけ阿蘇へご来場くださいまして誠にありがとうございます。皆様方の人生において素晴らしい1ページを作っていただくことをお願い申し上げまして、ただいまよりふるさとカタランネの開会を宣言いたします。どうもよろしくお願い申し上げます。皆さんこんばんは、ただいまご紹介をいただきました、在遊阿蘇ふるさとの会の会長をご説明しております、北里俊明と申します。今日は本当にようこそいらっしゃいました。3年ぶりでございます。そして第7回のカタランネ阿蘇ということで、ございました。実は在遊阿蘇ふるさとの会で言いますと、昭和23年に会が発足しておりまして、今年は74周年記念でございます。そしてふるさとの会というカタランネという形で、こういう形で始めたのは今第7回でございました。それを今3年ぶりに皆さんをお迎えさせていただきました。そして阿蘇にゆかりのある皆様のですね、熱意で、このコロナ禍の中にもかかわらず盛会に開催されますことに心からお喜びを申し上げたいと思います。おめでとうございます。阿蘇は一つというこのキャッチフレーズのもとにですね、各市役所、役場の職員、私たちもですね、一生懸命ですね、日々業務を行っております。またその中で阿蘇出身の方々ですね、本当に支えていただく、温かい声援を送っていただく、このことがですね、今につながっているというふうに考えているところでございます。一つだけご紹介させていただきたいと思います。先般阿蘇地域コロナの中でですね、非常に病院が逼迫する、そして保健所も、阿蘇の保健所も本当パンク状態だったわけでございます。保健所の皆さん、また県職員の皆さんもですね、本当昼夜努力されておりました。まあそういう中で、阿蘇は一つということで、各自治体、つまり市役所、役場の職員さんがですね、自発的に声を上げていただいて、この阿蘇の保健所に出向していただく、出向いていただく、そして事務作業も手伝うということをですね、それぞれの役場、市役所の職員さんが賛同していただいて、実現、阿蘇地域だけがですね、そういうバックアップができたわけでございます。このことはですね、今日お集まりの阿蘇にゆかりがある皆さん方、本当にですね、長い先輩たちが気づいていただいた阿蘇は一つということをですね、物語っている一つの事例かなというふうに私は思ったところでございます。坂本先生はじめ多数のご来賓の皆様いらっしゃいますけれども、熊本市に在住の方もが多いこの会ということでございますので、この熊本市を代表しましてですね、一言お祝いを申し上げたいというふうに思います。こうして、ちょうど今日は熊本地震の前震からですね、6年半ということでございまして、6年半前本当に、厳しい状況でありましたけれども、この阿蘇もですね、大変な被害があったわけであります。ただ復興がですね、どんどん進み、そして阿蘇大橋も本当に立派にですね、掲げられてですね、本当に皆さん方のこの阿蘇湖のアクセスというのが非常にまた良くなったわけでございます。関係の皆様方のご尽力に心から敬意と感謝を申し上げたいというふうに思います。皆さんがですね、熊本の象徴的な場所としてやっぱり阿蘇、世界の阿蘇だということをおっしゃいます。残念ながら世界の天草という話はなかなか出てこないんで、ね、同協会もみんな頑張りましょうね、はい。ということでありますが、やはりこの熊本を代表するですね、地域のこの阿蘇、そしてこの偉人を輩出した阿蘇、そしてここにお集まりの皆さん方がですね、こうして、賑やかにこの、阿蘇のですね、良さを語っていただくということで、ますますですね、この熊本の発展につながっていくというふうに確信をしているわけでございます。
どうか皆様方、今日はですね、ぜひ存分に阿蘇のことを語り合いながら、そして、日頃のいろんな、疲れをですね、癒していただいて、まあ、コロナ禍でなかなか交流ができないところでありますけれども、楽しい一夜となりますことを、お祈りを申し上げる次第でございます。あとは来年の夏に開通いたします南阿蘇鉄道、草村町長が社長でございますけれども、これが新しい姿で、開通となります。山を通じてトンネルを一つ減らしました。そしてあの建物の峡谷もですね、素晴らしい道路ができる、あるいは建物団子を眺めながらという新たな観光名所になってまいります。ぜひ皆さんたちと一緒に一度は乗りたい、そして井戸三度と行きたいものだというふうに。あの世界文化遺産の話は佐渡の金山が世界文化遺産の方に登録されますと、阿蘇の次の阿蘇が次の候補としてウェディングサークルに入るということになります。こちらは県民挙げての運動でございますので、しっかりといずれ、世界の文化遺産になるように、尽力してまいりたいというふうに思います。そしてもう一つ今動きがありますのが温泉、日本の温泉、そして温泉旅館、温泉のおもてなし、こういった温泉をテーマにしたものを一つのパッケージにして世界文化遺産にしよう、あるいは世界遺産にしようという動きが出ております。石川県知事になりました文科大臣の長谷博さんが運動をとっておられます。それで都道府県が中心になっていくわけですけども、温泉県どこが会長になるかということで大揉めに揉みました。草津温泉があります群馬県の山本一太知事がそれは群馬でしょうと、これでしょうということで名乗りを出ました。名乗りで出られました。それに対して温泉県を辞任いたします別府があります大分県、ここの広瀬知事がいやいやその群馬じゃない、やっぱり大分だということで名乗りを上げられました。中に長谷知事が入ってどうしようもないような状況になって、じゃあ両方とも申し訳ないけども副会長になっていただこう、そして真ん中を取って会長を熊本の川島知事にしようということで大体内定をいたしました。川島知事を中心にですね、やはり阿蘇の温泉群、あるいはその他にも菊池にもあるいは天草にも玉名にもありますけども、この日本のおもてなしの精神、温泉というやはり安らぎリゾートをしっかりと世界に訴えていかなければいけないというふうに思います。それから最後にあの TSMC 台湾の世界的半導体企業、世界の半導体の6割を占めるというお化け企業でございますが、この企業が菊陽町に進出をいたします。同時に台湾の方から大体年収2000万から3000万の皆さんたちが大体600人ぐらい家族も含めて、来られます。台湾の皆さんは日本が大好きです。とりわけ温泉が大好きです。とりわけ清潔な観光地が大好きであります。ですから今日はそれぞれの部長さんお見えでございますけども、多分あの2人の峠トンネルを通って、そして阿蘇を目指して、リゾートに来る、あるいはそれだけではなくて、TSMC の関連企業を阿蘇の方に呼び込んでくる、今80社の申し出があっているというふうに言われますので、まあ、そういうことで、観光とリゾートとそして半導体を中心とした製造、さらにはやっぱり世界の農業遺産にもなっていますので、この阿蘇の草原農業、こういったものをしっかり、国家として日本として守っていく、こういう仕事を皆さんたちと共にこれから続けてまいりたいというふうに思います。北里芝三郎記念館館長として熊本に在住でいらっしゃいます北里秀郎様です。それではご登壇どうぞよろしくお願いいたします。さあ2024年度上期に新しい千円札のお顔になるのが小国町出身の北里芝三郎博士ですが、本日は芝三郎の人となりと題してご講話いただきます。どうぞよろしくお願いいたします。皆様こんばんは。ご紹介いただきました北里秀郎と申します。本日は小国には北里がいっぱいおりますので、下の名前で俊明さんと呼ばさせていただきますが、俊明さんにお招きいただき
こんな大きな会とは全く説明を受けておらず、ちょっと緊張しておりますが、どうぞよろしくお願い。それでは今日は簡単に、司馬三郎の人となりを説明したいと存じます。よろしければスライドの方をご覧いただき、皆様ご存知のように、1853年に司馬三郎は、小国に生まれて、その後、自習館、それから熊本医療先ほどお話ししました。これを経て、内務省から、ロベルト候補のもとに留学いたしました。司馬三郎が、過ごしたこの小国の熊本の期間、時間がですね、後の偉業に、直結しているということを後ほどご説明したいと思います。そのうち皆様ご存知のように、破傷風の菌の重水害を、それから、ノーベル賞に値する血清療法を確立推進しました。そのうち日本に、皆さん先ほど国会議員様からご紹介ございましたように、紙幣が、発行され、2番がこちらに来るということで、私も嬉しい限りでございます。ありがとうございます。すでにコンテナというものを財務省から私が授業させていただいておりまして、これは渡辺小国町長に今尽力しております、シアターホールですね、に、展示させていただきたいと思います。私は皆様と一緒にですね、小国あるいは熊本に、全力を尽くして盛り上げていきたいと思いますので、引き続きどうぞよろしくお願いします。今日はお招きいただきます。誠にありがとうございました。佐藤さん、皆さんでございました。どうもありがとうございました。在留熊本ふるさとの会、カタランネ阿蘇の会がですね、ますます永遠に続くことを記念するとともに、神様から与えられた阿蘇に大自然を感謝しながら、それとここにご出席の皆様のご多幸とご活躍を記念申し上げまして、乾杯をいたします。乾杯。本当やっぱり活力そのものですね。そしてやっぱり資源がいっぱいある、人材も含めて、今日北里さん言われましたけど、もう本当に改めて見直しました。で、まあ、来年の夏に南阿蘇鉄道が開通すれば、やっぱりもっともっとこの阿蘇の魅力を売り出して、もうどんどん立野峡谷を通って高森に来てもらって、で高森はまあ美味しいやつもあるし、それから観光名所もいっぱいありますし、かやぶきもあるし、熊野神社もあるし、それからいろんな食べ物がおいしいし、もうぜひ、これから地震の後売り出すチャンスだと、高森町しかない、阿蘇しかない、そういう思いでいますので、一生懸命、頑張ります。しかも今高森の方はオクロックの会議団もありますしね、
私自身も地方創生担当大臣をやってましたので、しっかり予算を組みながら阿蘇全体にあるいは高森に回していきたいと思っております。ありがとうございました。私は横町で、生まれて中学校までいました、はい、それから、熊本市内に出てきたという感じですかね、はい、すみません、現在のお勤め先とか教えていただければ。某地方銀行の、関連会社で今ちょっと役員をさせていただいてます。はい、このカタランネですね、参加するのは今回何回目ですかね。私は4回目ぐらいになりますかね。やっぱりこう小さい頃は本当山に囲まれてもうこう都会に出たいななんて思ってたんですけど、大きくなるとやはりこうふるさと、特に高森のこうやっぱり良かったなということをやっぱしみじみと感じましたね。でやっぱせっかくなら何か役に立つとってみんなと話がしたいなということで、参加をさせていただいてます、はい、高森町におられた時の思い出とか何かあったら。一番の思い出、私小学校の近くに家があるんですけど、やっぱり運動会とかがあった時にですね、母が作ってくれたこう弁当とかを運動場の端っこでこう、おばあさんたちと一緒にこう食べたりとか、なんかそういったこう運動会の思い出が一番鮮明にですね。その頃は親子三大リレーとか親子リレーとか、いろんなそんなのがあって、親、それから私兄弟3人なんですけども、それで5人で走ったりとかですね、そういったこう運動会の思い出が一番思い出ありますね。それと、もう一つ言うと鼓笛隊ができたりとか、そういったところで大太鼓を鳴らしていたですね、そういったのが特にこう思い出になります。はい、ありがとうございます、はい、ではすみません、最後に同じ高森の同年代の方たちとか懐かしい方にメッセージを。はい、ちょっと数年前に還暦も迎えてみんな集まったんですけど、せっかくならやっぱり今高森は漫画であるとか、あるいは来年には南阿蘇鉄道も開通するし、こういうのを機会にですね、また住んでいた我々がまた盛り上げていけるようにね、みんなでこうまたそういった機会を作っていけたらなというふうに思います。ぜひみんなでなんか盛り上げていきたいなと思ってます。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。高森です今はお住まいはどちらの方なんですか。熊本市東区の長峰東に住んでおります。今日はこの阿蘇のですね、カタランネということで、久々に見られる顔とかあったと思いますけど、どうでしょう。いいですね、もう久しぶりにこうみんな会いまして、はい、もう懐かしいですね。もうコロナがあったでしょ、なんか 2,3 年会ってないですね。会ってからこうやっぱりあの人は年取ったなとかさあの人は若いなとかもう高森を出られてどのくらいだいぶ経つんですか。いや、高森は出てるけどもちょいちょい高森に帰ってます。まだ実家がありますね。実家のね、管理とかなんとかほらやってますので。はい、じゃあ高森のその同級生とかとも付き合いはまだまだ続いてるんですかね。はい、もう結構ね、この間ですかね、80は何ですかね、笠中かあの会をやったんですよ。あ、なるほど。そしたら児玉さんとか。そうですね、児玉君が会長でね、いろいろ面倒見てくれて、他県からでも帰ってきて盛り上がりましたよ。そうです。
私も踊りましたけどね。わざわざありがとうございます。もう皆さんたくさん集まっていただいてですね、また町長はじめ役場の方たくさん集まってもらって感謝しております。まあ、今後ともですね、高齢化になってくればなかなか難しいと思いますので、今後ともまだよろしくお願いしておきます。高森の横町、横町、横町にね、松井武前屋ちゃんでしょ、あそこの近くです。そうなんですね。もう高森出られたらどのくらい、もう高校までおって、その後はもう出てますので、今は誰もおりませんけど、今白井の方に家だけ残ってます。あ、家だけ。はい、出世を聞いてよろしいですか。駆動です。あ、駆動。はい、駆動でね、何十軒とかね、昔あったところの近くで、菅原商店、渡辺新旧院とか、今安郎ちゃんとか哲郎ちゃんとかおる近くです。いや、すみません、こんにちは。こんにちは。はい、高森出身ということですけど、はい、どちらの地区になりますか。下町におりました。下町ですね。はい、昔は後藤でした。後藤福子。はい、失礼ですけど、今おいくつでいらっしゃる。85歳です。もう高森を離れてどのくらいになられるんですか。もう60年ぐらい。たまには高森に帰ってきたりとかも。もうお家がない、家がないもんですからね、なかなか帰ることができなくて、この前の風鎮祭をちょっとテレビで見て懐かしいなと思いましたね。あ、そう、うん、ありがとうございます。あれよかったです。あれ、三味線と太鼓の音がするともう寝とっても起きていってからね、夜見てたのが楽しかった思い出です。そうですね。うん、ありがとうございます。はい、ますます高森も発展しますようになってます。戸田純子です。はい、あ、旧姓は、あ、工藤。はい、よろしくお願いします。すみません、じゃあ、出身が高森町の草壁の長野原。長野原。はい、もう高森出られてだいぶなるんですか。こちらに来てからね、中学の時に来ました。じゃあ中学校まで高森町で。2年生まではそうです、そうです。たまに高森に帰ったりとか。あ、しょっちゅう帰りますよ。そうです。まあ、今日は代理でここに来られたということですけど、はい、どうですか、こういう故郷をですね、思って集まるっていうのは。あ、初めて来ましたけどね、もうとても素晴らしいです、感激しました。でもお知り合いがたくさんいらして、そう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 、びっくりしました。同級会よろしくお願いします。
しい。